エイトインクはニューヨーク、サンフランシスコ、ホノルル、東京、北京、ロンドンに拠点を置くデザイン事務所である。1989年にティム・コービーによって創設されて、以来、住居、商業空間、製品やコミュニケーションといった幅広い分野でデザインを行っている。最近の商業部門での代表プロジェクトとして、アップルストア、 アップルアップル製品取扱店やトレードショー、ノキア機関店、高知店舗、バージン、アトランティック航空への種々のプロジェクト、そして同様にシティバンクへの新しい銀行業務環境の構築が挙げられる。また、エイトインクは住居や複合開発事業のデザインも行っており、米紙、アーキテクチャルレコードアーキテクチャラルレコード主催による ハリケーンカトリーナ通過後のニューオリンズでの複合型住宅開発コンペハイデンシティオンザハイグラウンドに参加しエイトインクの作品が同志の名誉賞を受賞した2006年にベネツィアにて開催された第10回ベネツィアビエンラーレ建築展のアメリカ館ではエイトインクがアメリカ合衆国の代表として参加したエイトインクは スチールケースの一部門であるメトロの家具デザイン、ウィリアムそのまのキッチン用品、シティバンクやノキアのインターアクティブデザイン開発、ハーマンミラーやアップルの展示空間などのデザインを行った。近年、リード認定されたプロジェクトは、ワイキキで初めてリード認定された複合商業施設である280ビーチウォーク、マラマ学習センター、ハワイオアフト教育地域情報センターがある。 ありがとうございます。